富士グランウベは山口県宇部市宮神町にあるコミュニティ型ショッピングセンターである。富士が運営する富士グランとしては店舗面積、売上高ともに山口県内最大。映画館やゲームセンター、ボーリング場といった娯楽施設、フィットネスクラブや英会話教室といったカルチャー施設などを併設しており、複合商業施設的な要素を持つ。 宇部高山の所有していた、宇部高東端の工場用地の一角2999年3月10日に、開店した。宇部高産の子会社である、宇部高産開発が建設を手掛け、富士がこれを借り上げる形となっている。店舗面積は2400平方メートル。宇部市における、ショッピングセンターとしては、夢タウン宇部に次ぐものである。店舗は、西側と東側、 それらをつなぐ、モール部分、及び別棟からなり、モール部分は天窓を設置した吹き抜け構造となっている。駐車場は周辺に平面、立体駐車場を配置している他屋上駐車場を設けている。毎日工業が運営している映画館、シネマスクエア7、ナムコが山口県内で唯一営業しているゲームセンターおよびボウリング場のワンダーパークといった 娯楽施設、ウベスイミングスクールが運営するフィットネスクラブ、SSS スポーツプラザウベ店などが入居している。シネマスクエア7は毎日工業株式会社が運営している映画館。1999年11月27日に開館した。その名の通りスクリーンが7つあり、音響システムは 山口県内唯一となるドルビ BSRD7.1CH が導入されている。また、3D 映画の上映システムはドルビー3 d 方式を導入。また、オンラインでのチケット販売もしているが、手数料が50円かかり、一度につき5枚しか購入できず、さらに座席が選べない。余談だが、毎日工業は2015年12月28日まで、周南市の映画館。 テアトル徳山も運営していた。SSS スポーツプラザ宇部店富士が発表していた年次売上高は以下の通り。なお同社は2011年2月期以降の店舗別売上高を公表していない。富士グラン、宇部開店後、周辺に複数の商業施設が出店している。小島ニュー山口宇部空港店。ありがとうございます。